ひたすらな道は、高田三郎作曲の合唱組曲である。前編でピアノを伴う。混声合唱曲として作曲され、原は1975年8月24日、東京放送合唱団により、姫、白鳥は1976年2月21日、森岡コメット混声合唱団によって初演された。私の願い、水の命という名作をこの世に送った。 高田三郎、高野菊夫による第三作目。作者は、この組曲で一層のさえを見せ、掘り下げの奥深さ、登り詰める高みを感じさせないではおかない。この作者ならではの緻密さ、質の高さがうかがえる名作。音楽の劇的な緊張感、十分に書き確かめられた、合唱技法から来る、心から湧き出る表現が合唱を愛する人たちを魅了しているのである。 1977年には女性合唱版が出版され、以来両版とも数多くのコンサートコンクールで歌われている。男性合唱版は、慶応義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団の移植によって、作曲者自身により編曲され、1981年12月11日及び12日同団の第106回定期演奏会において初演された。 日本プロ合唱団連合設立。四つのプロ合唱団の移植により、作曲者自身による還元楽伴奏版も作曲されており、1979年2月6日、プロ連大級会定期演奏会において、新日本フィルハーモニー公共楽団、作曲者自身の指揮によって初演された。すべて高野菊王の詩による、日本語。姫演奏時間目安4分14秒。 白鳥演奏時間目安4分46秒。現演奏時間目安4分41秒。作曲者自身による解説があるので、著作権に排除し、外部リンクのみに止める。還元楽版は出版されていない。ABCDE、高田三郎。混声合唱組曲、ひたすらな道。河愛出版オンライン。2020年4月4日閲覧。AB、高田三郎。 女性合唱組曲、ひたすらなみち。河合出版オンライン。2020年4月4日閲覧。AB、高田三郎。男性合唱組曲、ひたすらなみち。河合出版オンライン。2020年4月4日閲覧。演奏ライブラリー。慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。2020年4月4日閲覧。ひたすらなみち還元学版書演の模様。 レーベンフロイデ合唱団、2020年4月4日閲覧、ありがとうございます。